格からじゃないのかな。おお、なんだこの音。なんか変な音がしたな今。なんだ。なんか鳴るな。ここからこうだったら。いや鳴るな。低音だと鳴るな。なんだこの音。こっち側からだと。なんだろうこの音。なんか鳴ってんだよな。なんか異音がする。なんつうんだろう。低回転の時、低速の時か、10キロ以内の時に右とか左とかすごい画角多く曲がるとなんか音がするね。なんだろうこれ、よくわからないな。なんだろうな。ちょっと調べてみないとわかんないな。この不具合なんだ、やっぱ安いだけあるのかな。20万の安いわけがこれか。一旦ネットで調べてみよう。ビスカスカップリング？なんだそれ。スズキの 4WD によくある。4WD だとこの不具合が起こるのか？なるほど。なるほど、症状が似てるかもしれない。この不具合は 4WD にしか起こらないのか？スズキの 4WD はほぼ全部ダメ。マジかよ。4WD は部品が多いからその分故障しやすい箇所が多くなるとは言われているけど、それの一つがこれってことか。多分私の K ワークスもこの症状と似てるからビスカスカップリングがダメなんだろうな。交換してみて異音がなくなるのを確認してみるしかないかな。これがビスカスカップリングってやつか。やはり20万の安さがこれだったのか。前のオーナーはこの異音に気づいてて乗ってたのかな。原因がわからないが走るからとりあえず乗ってたとか。まあそんなことって結構あるからな。ネットではこの症状のまま乗ってても問題はないと書かれてるから、交換するとお金がかかるからそのまま乗ってたのかもしれない。この後ネットで調べたら物の金額は3万でした。純正のだと7万ぐらいするらしいが、リビルト品なので安く手に入る。買ったショップではちょうど保証の1ヶ月が過ぎたのと、契約ではエンジン以外は保証にならないし、今から不具合を伝えても、車検の時は問題なかったので、それ以降に故障したのではないでしょうか、と言われるのがオチだ。そもそも私も先ほどの契約条件で契約してるので文句は言えない。多分原因はビスカスカップリングなので工賃が安くできるところを探したい。とりあえず電話して確認してみるしかないな。あ、もしもし、ちょっとお聞きしたいことがあるんですけど。はい、どういったことでしょう。持ち込みで車のパーツの取り付けってできますでしょうか。ものによりますが。ちょっと口頭でわかるかどうかなんですけど、4WD って前からプロペラシャフトを伝わって後輪を動かすじゃないですか。
そのプロペラシャフトの連結部分のビスカスカップリングってご存知でしょうか？あ、はい、わかります。その部分の交換を依頼したいんですけど、持ち込みでやっていただけるのか、工賃ってどれぐらいかかるか見積もりが欲しいです。車はスズキの K ワークスです。はい、持ち込みでも可能ですが、ビスカスカップリングの交換は多分やったことがなく、できるかとどうかと見積もりを調べてみますので、折り返しの連絡でも良いでしょうか？はい、大丈夫です。ではお電話お待ちしております。あ、もしもし、〇〇です。ええ。交換は可能で工賃が1万円ですね。日時が11月の21日で時間が9時からですね。交換するのにちょっとお時間がかかるかもしれないので台車をご用意いたします。あ、そうなんですね。わかりました。では当日よろしくお願いします。この電話のやり取りの前に他にも見積もりを出してました。そのショップの工賃は17,500円でした。17,500円と1万円とではかなり差がありますよね。ショップによってはボルところがありそうなので注意が必要かもしれないです。ちなみにネットで調べたら相場が15,000円ぐらいでした。でも2、3年前ぐらいの情報なので、そこから物価上昇してる関係で、最近だと17,500円がもしかしたら相場なのかもしれないです。なので今回見積もりを出していただいたところは1万円とかなり安いのではないでしょうか。もし K の 4WD もしくはスズキの 4WD に乗られてる方で、ビスカスカップリングの交換をしたいと思っている方がいましたら、私の YouTube に登録しているメアド宛にメールをいただければ、そのショップを教えることは可能です。場所は千葉ですけど。ちなみにビスカスカップリングの交換は DIY でもできます。ミンキャラでも何名か下に潜って作業をしているブログがありましたが、ただ連結部分を外して付け替えるだけなので、工賃1万円を払う価値があるのかは不明です。まあ自分ではそんな技術がないのでやってもらうしかないです。 DIY だと馬を使って下に潜る作業なので、万が一地震で馬が外れて下敷きになるってこともあるかもしれないので怖いです。先日もニュースになってましたが、それは馬ではなく油圧ジャッキだけで固定していて、その油圧ジャッキが何かで下がってしまって潰れて死亡というニュースがやってました。まあこれは馬を使ってないので、そもそも危ないことをしていたことになりますけどね。よし、作業は大丈夫だったので物を発注しよう。Amazon よりも Yahoo の方がポイントがつくから Yahoo で買うか。この後3日後ぐらいに物が届きました。ビスカスカップリングはこんなものです。重さは2から3キロってところでしょうか。鉄の塊って感じで、中はよくわからないですが回転するだけなのでしょう。そして当日お店に行って車を預けてきました。台車はこれでした。 MR ワゴン、懐かしいですよね。友達が乗ってました。中見たことがなかったんですけど、こんな感じだったんですね。このグレードの内装はおしゃれな模様柄の肌触りが良さそうな素材。ラゲッジスペースはというと、じゃーん、後部座席を倒してみると分割式で倒せますね。そしてほぼフラットになります。フラットになる。気になったのが後部座席でもアームレストがある。軽自動車でアームレストがある車って珍しいような。もう片側を倒すとフラットになりますね。当時でこれは使い勝手が良かったのではないでしょうか。サイドドアの表面もこのおしゃれな素材が使われている。後部座席のドアにはドリンクホルダーがある。 K ワークスにはなかったからな。そしてシートの後ろには収納ポケットがある。右側のはチャックだ。何に使うのだろう。ラゲッジスペースの隠し扉には何があるのだろう。タイヤしか入らないな。ラゲッジスペース脇には収納がある。
運転席側に回ってみると、これはドリンクホルダーかな。このカードってなんだ、よくわからないな。シフトノブは一昔のこのタイプか、一時期こればかりだった気がするが、使い勝手は良さそうだな。 MR ワゴン、 MR の意味って知ってる人いますでしょうか。私はずっとミッドシップエンジンの MR のワゴンなんだと思ってましたが、そうではなくて、今回ちょっと気になったのでネットで調べてみたら、マジカルリラックスだった。でも最初はミッドシップエンジンリアドライブのレイアウトだったらしく、途中から前輪駆動になりマジカルリラックスとなったみたいです。ちなみにマジカルリラックスってどんな意味なんですかね。ちょっとそこまで調べてないんですけど、作業が終わったと電話で連絡があったので K ワックスを取りに行きます。ここで作業員から重大なことを告げられました。それは次回の動画でご説明します。作業は問題なく終わったのでテスト走行をしてみたいと思います。じゃあまず出だしから、音なんないですね。まあ、わかんないけど、ちょっとこれだけしか音なんないような気がする。音なんないかもしんない。ああ、なんないかも。お、なんない。ちょっとバック。あ、なんないっすね。おお、なんない。もしかしたらこれの解消できたかも。音なんないですね。お、なんない。すげえ嬉しい。前はね、このバックをするとね、すごい音が鳴ってたんですよ。ゴーって。それがね、ないな。ちょっと待って。やった、解消されてる。お！まず1個目は。お！お！お、お、よっしゃ、解消されたかもしんない。これはとりあえずこの問題は治ったみたいです。でもこのビスカスカップリングを変えた後に、お店の方から、ちょっとここ見てもらってもいいですかみたいな感じで見たら、